はい、こんばんは、 P0 です。本日は夏休み特別企画ということで、こちらガンキャンヌーンですね。RX77 2号機ガンキャンヌーンですね。これはですね、はい、HG の190番ですね、リバイブ版のガンキャノンということで、まずは素組みをやっていきましょう。今日はね、素組みの完成のところまでね、持っていきたいと思います。それでは開封。まあスタイリングよし、モールドよし、組み上がりもなかなかかっこいいという定評のキットでございます。このね、すだちじゃない、膝立ちまで、ね、ちゃんとできるっていうふうなことと、それからこう両手つけた状態のポーズね、これも簡単にできる。まあ前作のものも確かそれはできてたとは思いますけれども、こちらはよりスタイリッシュになったというお話を聞いております。スーパーギャラクシー全切りカーツーね、ぜひ二度切りされたい方はね、二度切りで、やっていってくださいね。ではね、これが A のパーツですので、また A のパーツはね、こうやって A のパーツの紙コップ等にね、入れましてね、まとめて、おきましょう。ちょっとギザがなくて、ね、なくさないようにこう入れておきましょうね。今日はまず素組みのとこまでねやっていきますので、ぜひともね、夏休みの間で何かね、ガンプラをうまく作るコツなどをねマスターできればいいかなと思っています。これ B の2ですね。 B の1あるのかな。付属のシールでございます。108、109、203と。203ってなんだっけ。今ねインスト見てたら203のことを書かれて、サイドセブンに運び込まれた3機のキャノン2機以外の、別動隊がいて、その C203 の機体番号を持つガンキャノンを運用していたということで、まあ好きな番号があるんだよということで、ここにね、配置されてるということでしょうかね。はい、まずこれは胴体の中身のね、関節の部分ですね。なおかつちょっとこれ難しいな、入らないですねこれね。あ、入った、ギリギリ入る。こうダボカッツします。はい、ダボカッツが終わったらちょっと心配なので、ピンカッツもしておきましょう。ピンカッツ、ピンカッツ、ダボカッツを折りましたら、所定の位置に、取り付けてやると。で、赤と黄色のね、色鮮やかな形が成形されておりますね。はあ、で、ここですね、ボールジョイントの、この頃はまだね、このボールジョイントのところは、ポリキャップパーツですね。最近これがポリキャップパーツじゃなくて、KPS に変わってきてるんですよね。おほーっていう感じするよ。そこまで KPS の信頼度上がったのかというところですね。私としてはまだちょっと心配な部分はあるんですけどね。ここですね、はい、首パーツ入れていきましょう。で、ここ挟むんだけど、ダボとピンがいっぱいありますね。まずこちら側のダボをカットしておきます。ダボカッツ、ここピンが 1,2,3 ありますね。でこちらのピンもダボもダボカッツしておきます。ダボカッツですね。はい、ダボカッツ終わりました。ということでこちらの方をね取り付けていきます。はい、ダボカッツとだけですね、ピンカットはしてないんですけど、この端っこがどっちに
入っとくべきなの？ちょっともう一回。あ、ごめんなさいね、これ逆ですね、上下が。ほら、これはね、反対向いとかなきゃいけないみたい。ということで、早速ね、ここでダボカツピンカツしておいたその効力が今発揮されました。これはこっち向き、こっち向きですね。この平べったいのを上に向けとかなきゃいけないということですね。もう一度ちょっと取り付けてみましょう。こうなるとまあギリギリ天井に接触する程度で止まるみたいだけど、これでいいのかな。こんな感じですね。はい、では、キャノンを取り付けます。まず、2本2本のキャノンを取り付けました。そして背中のバックパックをですね、取り付けてやります。で、胴体の完成となりますね。ヘッドパーツの方を組み取ってまいります。ヘッドパーツは、あ、そう、赤のひさしの部分が赤いんだよね。ですね、パイロシールドの部分はちょっと取り付けないままで進めていきたいと思います。申し訳ないですけども。はい、でこれでアンテナがつきまして、でひさしの部分ですね、あ、ちょっときつめやな、ちょっと怖いんで一回ちょっとこれで外させてもらって、怖いな、ちょっとパーツ破損させないようにするためにですね、ちょっと平ピンですので平ピンをカットさせてもらいます。ちょっときつくくっつけたらいいっていうもんじゃなくて、後で外さなきゃいけないので軽く外せるような状況にしておくということが大事ですね。はい、ではね、肩のパーツとハンドパーツを取り付けてガンキャノンの腕出来上がりですね。もう一個ありますね、肩のパーツをこのような感じで、取り付けてやって、そしてハンドパーツを中に入れてやると、ゲート跡が 1,2,3 箇所ここに出て、で、まあ、よく見るとここに、パーティングラインが出現します。これもパーツ、別のパーツですので、こうちょっとゲートの跡が見えますね。それぞれちょっとね、あのちょっとだけこう目立つようで目立たないような、こういうモールドがね、ちょこんちょこんとあったりする。ここにもモールドがあったりします。まあ、これがリバイブのいいところなのかな。関節の部分が動力パイプ風にモールドが切られていますね。まあ、眼鏡の方はこんな感じですよね。前 MG かなんかもこういう形だったような気するんだよね。次進めていきます。はい、足がね1個出来上がりました。これからね、もう1本の方ね作っていきたいと思います。まあ、フットパーツも出来上がっておりますの で下の方にフットパーツ取り付けるための、こういうパーツがあって、ここを差し込んでやると、これにはちょっと外さなきゃいけないかもしれないんで、一回ねダボを切っておきます。ここ2つダボ、そしてこの2箇所、そしてここ、あ、間違えちゃったな、こっち切らなくていい、こっちですね。ここね、あの、はい、PC ポリキャップパーツが来るんで、カットしなくてもいいところでした。で、あと、ここにちっちゃなピンがあるんですよ。このピンをね、半分ほどカットしておきます。あんなちっちゃいやつでも邪魔になりますよね、結構。で、これで取り付けてよしですね。で、このパーツは独立できますので、このままで塗装することも OK です。よし、入ったね。だから、で、あと、まあ、ここ段落ちですね。継ぎ目になるところ段落ちになって、段落ちですね。段落ちじゃないのかな、これ、ね。よく見ると。よく見ると段落ちの気がするんだけど。はい。で、上の、これがですね、関節の軸となっています。中のポリキャップと取り付けてやると、はい、余分に残ったゲートをきれいにカットして、で、これは太ももの股関節のロール軸ですね。そして足、フットパーツを取り付けて出来上がりです。右と左に差があります。こちらの方に手榴弾が入っている場所がありますので、これが外側になるので、
ということですね。腰パーツの出来上がりです。これ簡単でしたからね。まあこんな形で、まあ残念ながら中身のね、あの裏打ちのモールドとかはもう一切、配されておりません。で、ね、早速ね、足のパーツをくっつけていきます。こんな感じですね。はい、で戻して下半身が出来上がりました。はい、武器がね出来上がりました。ロングレンジビームライフルでしたっけ。まあガンキャノンのねビームライフルということ で、今こちらの黄色いあのセンサーの部分は取り付けると二度と外れそうになるので、ここにもちょっと穴開けられる余裕がありませんので、今ちょっと取り付けない状態で、置いておきます。ではね、全身出来上がりましたのでね、ちょっと組み立てていきましょうか。これぐらいでいきましょうか。ではね、これでね、両腕を取り付けていきましょう。まあ、非常に簡単でしたね。もう1時間ぐらいあれば、あの切り出しから組み立てまで終わったっていう感じです。まあ、やっぱそこはね、忘れてた。そこはやっぱり HG の中でもガンダムガンキャノンはやっぱ簡単に出来上がるんでしょうね。はい、これでポリキャップ取り付けました。もうちょっと近くにして、はい、では行きますよ。上下半身の取り付けですね。A パーツ、B パーツ合体。ニュ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 ン、ガッシャンと、はい、決めポーズ、決めポーズ。アムロが乗ると最強のモビルスーツですよね。ということで、ガンキャノンこれで完成なんですが、まずこれをやっておきましょうね。ビームライフルということで、ちょっと顔が見えるようにこっちが上上げて、これでいいでしょうか。はい、ではね、今度両腕をこちらのパーツに取り替えて、から専用の首パーツだったんだと思うんですけど、前向きやすい状態になりますね。こんな感じで、発射姿勢、真上から見るとなんかすごい間抜けなんですけど、こんな感じ、オルガのシーンみたいだな。さて、このガンキャノンなんですけれども、かなりね優秀で、合わせ目のところがなかなか目立たないようには出来上がっています。バックパックのこの部分ですね、これはまあ両面で合わせていますので、モノカリとなっています。そしてあとここですね、はい、肩のつなぎ目はもうどうしても仕方がないですね。あとここキャノンのこのど真ん中ですね、方針の部分は一体形、あのモナカじゃなくてこういうあの棒のパーツなんでいいんですけれども、ここは分かれ目になっています。ガンダムに入る線なんですけど、これはねモールドとして表現されてるっぽいな。消さなくてもいいかな。 あと関節のここの部分ですね、はい、ここは継ぎ目になっていますね。足の関節の部分もここつなぎ目になっています。はい、あとは、ライフルのモナカ割りですね。じゃあここをどけておいて、これを抜いておいて、こちら側だけ、の処理をしないといけないですね。ここからここまではですね、ちゃんとライフルのこのスコープのところまでスパーンとこう切れたような感じの、継ぎ目になっています。あとヘッドパーツ忘れてた。ヘッドパーツもこう見えますね。ということで、これも処理しないといけません。